北海道コンサドーレ札幌は日本の札幌市を中心とする北海道をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。宮野沢白い恋人サッカー場1935年総部の東芝堀川町サッカー部が前九1996年に同サッカー部が北海道へ移転すると同時に運営会社として株式会社北海道フットボールクラブを設立。 同年 J リーグ巡回員に承認。1998年より J リーグ加盟した。2016年より運営会社を株式会社コンサドーレに変更。ホームタウンは札幌市を中心とする北海道。ホームスタジアムは札幌ドーム。チーム名のカンセドルは同民を意味する土産市の逆さ読みとラテン語の響きを持つ。 オーレを組み合わせたもので一般公募によって決定された。発足当初のクラブ名はコンサドーレ札幌で、ホームタウンも札幌市一市だけだったが、創立20周年を迎える2016年シーズンからチーム名を北海道コンサドーレ札幌に変更し、ホームタウンエリアも拡大された。エンブレムは北海道に生息する日本最大のフクロウ 島袋を象徴的に図案化。頂点に羽ばたく翼を持つ島袋の縦型の中に11個の星、勝利を見据える島袋の眼光、ブリザードを表す白ストライプを配し、それらがホームタウンを意味するリボンの円弧に根ざすデザイン。島袋がモチーフとなり、1997年にマスコットのドーレ君が誕生した。 練習場はオフィシャルスポンサーの石谷製華が所有する宮の沢白い恋人サッカー場と札幌ドームの敷地内にある天然芝の屋外サッカー練習場。クラブ事務所はかつては札幌ドーム内にあったが2014年1月29日に宮の沢白い恋人サッカー場内のコレクションハウスを改修して事務所を移転した。 コンサドールズは日本サッカークラブ史上初のクラブ、専属オフィシャルダンスドリルチームである。1997年5月15日、札幌厚別公園競技場でデビュー。試合開始50分前、選手紹介、選手入場前、ハーフタイム、ゴール後、ゲーム終了後にパフォーマンスを行う。ミスダンスドリルチーム日本大会で優勝の経験もある。サテライト、 ユースなどの株組織を持ち、若手の育成にも力を入れている。2014年1月19日、漫画、キャプテン翼の登場人物であり、作中では、所属選手である松山光を現実のトークラブにも入団を発表。同時に、ユース年代の強化を目的とする松山光プロジェクトを指導した。1996年、北海道から、 J リーグチームを合言葉にジャパンフットボールリーグへ参加。東芝時代から監督を務めていた高橋武雄が初代監督を務めた。V 川崎から J リーグでの実績を持つブラジル人選手のアルシンドとペレイラを獲得。元ウルグアイ代表経験のある MF、オテーロを獲得したほか、第74回全国高等学校サッカー選手権大会の 得点王となった初芝橋本高校の吉原孝太が入団した。J リーグから移籍してきたプロ選手と河合孝二を含む東芝サッカー部から出向してきた社員選手が混在する41人体制のチーム編成となった。第一節福島 FC 戦で吉原孝太がクラブ第一号となるゴールを決めた。同年に獲得した FW アルシンドが 第2節富士通川崎戦で審判への暴言で4試合の出場停止処分となり、さらに第9節大塚製薬戦で一発退場を受けると、2日後に自らの申し出によって退団することになった。7月30日にチェコの一部リーグからヨーゼフ・ルボシュを獲得し入団。これにより外国人が6人となり、外国人枠が5枠しかなかったため、 ペルー国籍を持つ吉成大がペルーへ研修生として半年間派遣されることになった。その後、ペレーラが第20節ホンダ義剣戦で負傷退場し、守備のようが欠く形となり、チームは流れに乗れず、第23節と出戦と第24節東京合戦に連敗してしまい、J リーグ昇格ができるいい以内が絶望となった。残り6試合をチームが意地を見せ5勝1敗と、 検討した。初年度は二十勝十敗の5位の成績で J リーグ昇格できず終わった。シーズン終了後、東芝社員選手の契約更新については、チームに残留する意思を示した、社員選手は東芝を退社して、プロ契約を結んだ。また、チーム得点王の発展をマークした河合孝二が戦力外通告を受け、1987年から1996年まで、 東芝サッカー部から勤めていた高橋武雄監督が今シーズンをもって退任した。1997年元ウルグアイ代表経験を持つウーゴフェルナンデスが監督に就任した。チャキユジ、平岡弘明、加藤剛と、木島厚子と、河合浩二と、後藤誠心、新名正宏と、渡辺進と、笠原啓太、小池大輝と、村田信幸、白井敦子、パベル、 お程度、金賞セーラ1996年まで所属していた、選手の多くが対談した。新たにトスから、前身の東芝に在籍していたこともある、パナマ代表のバルデスが復帰、福岡から世界的に有名なディエゴマラドーナの、実弟であるウゴマラドーナ、岩田からハーフナー、ディード、大塚 FC から古川武士と、田淵隆二、新大阪から渡辺拓と、山、 橋隆、コスモ四日市から鳥いつか新人、市原から新村康彦ら数名を獲得し、新人では、厚生大学から赤池康幸、初芝橋本高校の大野隆、アジア大学から木川健次ら数名が加入。チームは、ファミリーを合言葉に、リーグ戦前に行われたナビスコカップ予選リーグで、V 川崎、G 大阪、横浜 M の J リーグ勢を抑え、 2勝3分にい敗で1位通過し、決勝トーナメントに進出を決めるなどの成績も残した。リーグ戦が開幕し、開幕から6連勝と快進撃を続け、5月25日の第7節、川崎 F 戦では、後半43分に1から3とされ後半44分から、怒涛の攻撃を見せばあるですのにゴールで3から3まで追いつき延長戦へ、最後は、 バルデスの延長 V ゴールによって4から3で勝利した。9月4日の第20節に、とどろきで、川崎 F と、再び対戦し、後半31分に1から3から、バルデスの2ゴールで3から3まで追いつき延長戦で、バルデスが延長 V ゴールを決めた。川崎 F 戦の2試合とも1から3からの延長、V ゴールで、逆転勝利を収めてた。 バルデスとマラドーナのホットラインなどの活躍もあり、10月22日の厚別競技場で行われた第28節、大分戦で2-1で勝利して、昇格と優勝を決めた。リーグの最終戦も勝利して26勝4敗で、ホーム無敗の成績で JFL 優勝、J リーグ昇格を果たした。バルデスは40得点で、リーグ得点王となり、 この年に7回のハットトリックを成し遂げた。11月18日に J リーグの臨時理事会が東京で開かれ、J リーグ制会員として正式に承認された。1996年6月13日 JFL 第10節のトス戦から1997年10月29日第30節ジャトコ戦までの2年間、圧別競技場で、 リーグ戦21勝0敗の成績を残し、圧別不敗神話、圧別神話という神話が生まれた。戦いの場を J リーグに移したシーズン、フェルナンデス体制2年目、工藤秀明、中吉雄二、小野光介、石塚啓治、新村康彦、朝倉則明ら数名が対談し、森敦彦と戸賀樫剛一が引退した。新戦力として、 新大阪から深川智隆と、梶野里志、G 大阪から小山隆行、柏から加藤隆二と、有馬健二の J リーグ経験者を獲得、本田技研からすぐり広政とバウテルラを獲得し、J リーグで戦える戦力を補強した。ファーストステージ開幕戦の清水戦ではいきなり1から4と大敗。第4節の G 大阪戦で、J リーグ加盟後初勝利を挙げたが、 第7節以降は、毎試合2点以上失点し、岩田戦では、中山雅史が4試合連続となる、ハットトリックを献上ファーストステージ4勝13敗の16位に低迷。セカンドステージは10月中旬の、第11節の時点で5勝6敗と持ち直したが、フロントとの意見の不一致からフェルナンデス監督が、解任された。後任に、石井はじめコーチが監督につき、 第12節から指揮を取った。10月のシーズン中の補強で柏から田田新、横浜 F からの下総治、東京ガスから関光事を獲得。セカンドステージの残りの試合は3勝3敗となり、セカンドステージ8勝9敗の10位で、年間順位は12勝22敗の14位となった。1999年から J リーグが2部制に移行するため、 J リーグ界4チームと JFL 優勝チームによる J1 参入決定戦に参加した。コンサドーレが勝利すれば J1 参入が決まるという状況で、神戸と福岡に、ホームとアウェーともに敗れ4連敗を喫して J リーグ史上初の J2 リーグへの降格チームとなった。1999年、1年での J1 復帰を目指して1998年 FIFA ワールドカップで、 日本代表監督として指揮を取っていた岡田武史を監督に昇平。1996年から1998年まで活躍したペレーラ、マラドーナ、バルデスと渡辺拓、大田高光、後藤義和と有馬健二、バウテル、鳥塚信かが対談。ディドと赤池康幸と小山隆幸と浅沼達也と山、橋隆が引退した。 新たに平塚から名塚義弘、鹿島から佐藤洋平と、池内智彦と、栗田大二郎、鹿島から加藤隆二、横浜 FM から桜井隆ロナウジーニョの実刑、アシス、リカルジーニョ、クレーベルラを獲得。藤枝東高校から河村優と北海道、札幌市出身の佐賀一平、岩田東高校から藤ヶ谷洋介らが入団。 一年での J1 復帰を目標として掲げていたが、第8節時点で3勝5敗と波に乗れずにいた。外国人の活躍が乏しく、リカルジーニョとクレーベルの契約を解除し、代わりに美女、ジネイを獲得し、第15節から出場した。第24節の時点で12勝6分6敗という成績だったが、第25節以降は、 負けが込み昇格争いに絡むことなく17勝6分13敗の5位に終わった。しかし、明るい兆しがあった。吉原孝太が第9節にハットトリックを記録し、チーム得点王となる15得点を取った。U-22 オリンピック代表に選出、シドニーオリンピック代表の予備登録メンバーになった。さらには FW。 中山正史が不祥離脱したためコパーアメリカに追加招集された。2000年岡田大成2年目。吉原幸太、栗田大二郎、アシスト、田中慎と、関光二ら数名が対談。期限付き移籍していた林明平と、井出口淳が移籍元へ復帰。野下総二と、梶野里氏が引退。一方、市原からの野村義和、G 大阪から張と隆二。 京都から大森検索、FC 東京から海入、V 川崎から高木拓也、福岡から森秀明、川崎 F から小松崎保、伊藤雄辻、ブラジルのサンパウロ FC からエメルソンらを獲得。初めて、札幌の下部組織から円国深夜が、トップ昇格、北海高校の山瀬孝治、四日市中央高校,高校から中尾孝治、 筑波大学から井上敦志らが入団した。少ない予算で J1 昇格を狙うためにクラブが取った策は主力選手を期限付き遺跡で集めてメンバーを固定して戦うというものだった。その結果、エメルソンを含む8人がレンタル選手というチーム編成だった。J2 を戦うための戦術を確立してそれを実行することができる選手を 各ポジションに揃え、14連勝を含む17試合無敗を含む31勝5分4敗で J2 優勝し、J1 昇格が決まった。また、エメルソンが31得点で J2 得点王を獲得、山瀬孝治と藤ヶ谷洋介が U-19 日本代表に選出された。2001年創立5周年を迎えた2001年シーズン。岡田大成3年目。 レンタルで獲得した選手、特にエメルソンを完全遺跡で残留させるために、サポーターから増資を募り、3億円近くの資金を集めた。増資の最大の目的であったエメルソンは退団したが、大分のウィルをレンタルで獲得した。開幕戦で、C 大阪、第2節で柏に連勝。一時は2位につけ、10勝5分15敗の11位で、J1 残留を果たした。 ビルが24得点で得点王を獲得したほか、山瀬康二が J1 最優秀新人選手賞を受賞。この年も新人の今野康幸が高卒1年目でレギュラーを獲得した。シーズン終了後に岡田が監督を退任した。同年完成した札幌ドームの集客効果も加わり、平均観客動員数は2万人を突破した。2002年監督に 元日本代表の柱谷哲二が就任。ウィルが、横浜 FMA、ハリト・リュウジが神戸へ移籍。また、な塚か吉弘、野々村義和が引退した。ウィルに代わるストライカーとして、ロシアサッカープレミアリーグの FC スパルタク・モスクワから、ブラジル人、ロブソン、東京 V から小倉隆、G 大阪から小島広美らを獲得した。しかし、ロシアリーグ特典王、 UEFA チャンピオンズリーグ出場という肩書きを引っ下げて、成り物入りで加入したロブソンが全く振るわず、さらに、ワールドカップ開催による札ホロドームの利用制約から、ホームゲームすら遠隔地で開催せざるを得ないという、スケジュールの厳しさもあり、チームは開幕から黒星を重ねた。結局ロブソンは同年加入したマクサンドロともに5月末に、退団。6月に、 柱谷は監督を解任された。公認の監督として、リーガエスパニョーラ、レアルオビエドのチームコーディネーターを務めていたイヴァンチェビッチ・ラドミロを招聘し、また同じく、ユーゴスラビア人、バークブラジル人ジャディウソンの二人の外国人選手をはじめ、日本人選手も次々と獲得して、立て直しを図ったが、成績は上向かずに、イヴァンチェビッチは9月に辞任した。 後任に、超外流が就任したが、セカンドステージ第11節の鹿島戦に敗れて、二度目の j に降格が決定。シーズン2算で5勝1分24敗の再位に終わった。2003年1年での J1 復帰を掲げ、監督に鹿島や名古屋で監督を務めたジョアンカルロスを招兵。また横浜 FM を退団したウィルが復帰し、ホベルチ、 ベッドという二人の元ブラジル代表選手を獲得した。一方、ジョアンカルロスと確室のあった小倉が対談したほか、山瀬浩二が浦和へ移籍した。シーズンに入り、ベッドがホームシックで対談、怪我で療養中のウィルが深夜の繁華街で障害事件を起こしそのまま対談、ホベルッチもジョアンカルロスとの確執で対談と、外国人選手全員がシーズン半ばで対談した。 その後、ビタウ、元大分のアンドラジーニャ、元名古屋のウリダを獲得したが、第26節の新潟戦で大敗を喫し、ジョアン・カルロスが辞任。後任は再び、超外流となったが、昇格争いに絡めないまま13勝13分18敗の9位で、シーズンを終えた。2004年人権費等の経費圧縮により経営の黒字化を図り、 若手主体のチーム編成とユースチームの強化を軸とする長期育成計画の5段階計画を立て、レンタル移籍や外国籍選手に頼らずに J1 で安定して戦えるチーム作りを目指す方針を制定。中心選手だった今野安行や高年俸のベテラン、外国籍選手が対談した一方、ユースから鈴木智樹と海老沢翔吾、高卒で上が常行き、 神里一章、桑原剛、西川祐介、大卒で、川端和也、鎌田康弘など新人選手8人、テスト制から入団した、静岡 FC の清野聡志明を獲得した。また、岩田元監督の八木下正明が監督に就任した。開幕から第4節まで負けなしだったが、三原博史樹が怪我で、 戦線離脱したことや荒井達元と中尾康二の不祥事による契約解除といった事態が起こったため、シーズン途中で横浜 FM から金子勇希、神戸から西島博之を獲得、前年に特別指定選手としてチームに加わっていた近藤祐介と正式契約したが、勝利を度外視して若手育成に当てたメンバー構成のチームでなかなか勝ち点を重ねることができず、 5勝15分24敗で J1 経験チーム初の J2 再開に終わった。天皇杯は J1 の市原、大分を破りベスト8に進出した。2005年、八木下大成2年目。GK 藤ヶ谷洋介が陣大阪移籍した一方、広島から林拓人と中山元気、鹿島から池内智彦、岩田から高原久康と加賀県一を獲得し、 大卒のジョア・キラヒ、ユースの石井健吾と野田達郎が入団した。前年と同じく5位以内を目標に掲げて、シーズンに臨んだが、堀井だけなり、神里一章、西澤純二らが負傷により長期離脱を余儀なくされた、ことによりチーム力が低下したものの、シーズン中盤に、浦和から西谷雅也、水戸から、デルリスを獲得。 西谷は攻撃力の向上に大きく寄与した一方、得点力が期待されたデルリスはチーム戦術に合わず満足な成績を上げることができないまま2006年限りで退団した。チームは17勝12分15敗の6位でシーズンを終え、当初目標としていた5位以内には入らなかったものの、第4クール後半まで J1 昇格戦線に食い込む活躍を見せた。特に、 DF のようとして期待された池内は、チームトップの11得点と2桁得点を挙げ、守備だけではなく、攻撃でもチームに貢献した。シーズン中に、クラブ取締役が、女子中学生売春容疑で、逮捕されるという不祥事があった。3月、札幌市西区に、選手寮、島副寮が解説。2006年創立10周年を迎えた2006年シーズン。 八木下大成3年目。川崎 F から復帰、千葉から羽賀博信、山形から大塚真二と、川崎健太郎、水戸から関高志林、アルビレックス新潟、シンガポールから野本康弘名古屋からセバスティアンを獲得し、ユースから藤田進成と、西大吾が昇格した。リーグ戦序盤は復帰の出場停止や、 大津から主力の怪我も影響し、10試合連続、未勝利など成績は低迷した。中盤戦以降は、状況は改善していったが、20勝12分16敗の6位で終了した。しかし、第41節湘南戦、第42節徳島戦では、クラブ史上初の2試合連続6得点を挙げるなど、歯車が噛み合った試合では、爆発的な攻撃力を発揮した。 走って繋いで、打ちまくれ、それが、札幌スタイルという横断幕も登場し、3年間継続した攻撃的サッカーが根付いたシーズンとなった。天皇杯では、J1 の千葉、新潟、甲府を破り初のベスト4に進出。シーズン終了後に、八木下が退任。2007年元大宮監督の三浦俊也が監督に就任。復帰が東京 v へ移籍。 加賀健一が、所属元に復帰したが、2006年に途中加入した、GK、佐藤祐也を甲府から完全遺跡で獲得。さらに C 大阪から DF ブルーノクアドロス、EC、ビトリアから FWWMF カウエ、大宮から GK 高木高弘、高卒ルーキーの岡本竹明と岩沼俊介を獲得した。県主速攻を武器に、リーグ序盤に7連勝を果たすなど、 順調に勝ち点を積み上げ、シーズン途中から首位に浮上。一時は2位に勝ち点差10以上をつける独走状態だったが、シーズン当初から連携強化のために出場選手を固定してきたことによる主力選手の疲労の蓄積や台風接近による試合順延で不運な日程を余儀なくされるなど、 第3クールとなる8月後半頃から急激に失速、他チームに勝ち点差を詰められ熾烈な昇格争いに巻き込まれた。この苦しい終盤戦に3年目の石井健吾、2年目の西大吾、新人の岡本などの若い選手や横浜 FC から途中移籍した低博史打が起用に応えて活躍し、第45節から48節まで4連勝を飾って、 首位を死守。最終節の水戸戦に勝利して、J1 復帰を果たした。また、東京 V が、新大阪と引き分けたことで、j に優勝も決めた。三浦大成2年目。広島から吉弘厚氏を完全遺跡で、神戸の坪内秀幸、清水の平岡康博新潟の MF リビッドソンジュンマーカスを、レンタル遺跡で獲得。新人は、 室蘭親高校の宮沢祐希と柏 U、柏 U-18 の堀田周平が入団した。一方で、ブルーノクアドロスが退団。新加入した元柏の MF アルセウはキャンプ中に退団したが、新たにアトレチコ PR から元名古屋の MF クライトンを獲得した。リーグ戦は、集団期間突入時点で降格圏内の17位。FW アンデルソンや、 川崎 F から美野は吉野部を獲得したが、10月19日の第29節柏戦に敗れて1年での J に降格、10月26日の川崎戦に敗れ、再開が確定。12月6日の最終節で鹿島に敗れて、目の前で優勝を決められた。年間順位は4勝6分24敗の再開となった。三浦は来シーズンも続投を要請されていたが、 広格の責任として、シーズン終了後に辞任した。2009年、大分や柏の元監督の石崎信弘が監督に、就任。旅が名古屋へ移籍、西沢淳二、池内智彦、西谷正也、アンデルソンなど10人以上の選手が対談した。一方で、チームの大黒柱でもあり、対談が噂されていた MF クライトンが残留。 毎シーズン途中に期限付きで加入したミノはヨシノブを完全遺跡で獲得した。またビの遺跡に伴い、遺跡先の名古屋から3億円近くの高額な遺跡金が入ったため、さらなる補強を断行した。具体的には、スウェーデンのユール・ゴーデン・イフから、FW ・キリノ、コロンビアのインデペンディエンテ・メデジンから、MF ・ダニルソン、アジア枠で、韓国の歩行から DF、 超明ら人人の新外国人選手を獲得。また、日本人では、大宮から GK、荒谷博樹を獲得した。新人は、沖縄大学から上原真也が入団、引地優也、古田博之が、ユースから昇格した。7月、MF クライトンが以前から抱えていた怪我が悪化。残りのシーズンに出場できないと判断され退団。代わりに、ハファイルが加入した。 さらに、シーズン途中には、柏の石川直樹を、レンタル遺跡で獲得した。若手中心の夫人のため連勝、連敗の浮き沈みが激しかった。勝ちきれない試合も多く、年間順位21勝16分14敗の6位で、終了した。2010年、石崎大成2年目。西大吾が新潟へ、ダニルソンが名古屋へ、レンタル遺跡。 ソダユーシが現役を引退した一方、6チームとの競合を制して、岩田から中山正史を獲得。FC 東京から藤山隆紀とと、近藤雄介、愛媛から内村慶古、広島から離関ン祭を獲得した。シーズン途中に、清水の高木淳平をレンタル遺跡で獲得した。開幕につまずき、5.6月は、無敗も5分と勝ち点を伸ばせず、 7月以降は怪我人が出るなど1年を通して昇格争いに加わることもなく年間順位11勝13分12敗の13位で終了した終盤は怪我による離脱者が多くベンチ入り可能な18人のメンバーを埋められない試合もあった2011年創立15周年を迎えた2011年シーズン石崎体制3年目 6年半在籍した西島博之が徳島へ、ユース時代から在籍していた藤田進成とキャプテンを務めた石川直樹が新潟へ、佐藤雄也が北九州へ、吉弘厚氏が愛媛へ、堀田周平が新潟シンガポールへ、李関才が岐阜へ、新潟にレンタル移籍していた西大悟が鹿島へ完全移籍した。また、藤山隆一氏が引退。 ミノはヨ信が対談するなどし、多くの選手がチームを去った。一方、新潟から高木隆弘、新大阪から山下達也、トスから日高拓馬、横浜 FM から川井隆二を獲得、レンタル遺跡だった高木淳平は、完全遺跡となり、三上洋介が、ユースから昇格し、室蘭大屋高校の串引き和則が入団した。外国人では、チアゴ、ユニバーシアード、 韓国代表のイ、ホスン、ブラジルのクラブからブルーの、玄徳島のアンドレジーニョを獲得した。なお、また、砂川誠は2010年シーズン後に退団したが、2011年シーズン前に再契約した。また、キャンプに練習生として参加していた、西村拓郎と契約を締結した。シーズン中に、アンドレジーニョが、A リーグのパースグローリー FC へ移籍。 チアゴが退団するも、ホコスティーラースから岡山一世、ブラジルのクラブから、ジオゴ、レモスが加入した。J2 開幕戦の愛媛戦に敗れ、東日本大震災の影響による1ヶ月半の中断期間を挟んだ後のホーム開幕戦となる、湘南戦にも敗れるなど、第11節時点で18位と低迷したが、7月から9月まで10勝3分2敗の、 成績で9月21日に3位へ浮上。徳島と勝ち点で並んだ第38節、札幌ドームに歴代2位となる観客数39,243人を記録した FC 東京戦に勝利。21勝5分12敗の3位となり、4年ぶりに J1 復帰を果たした。石崎大成4年目。山下達也が新大阪に、 二年間レンタル移籍していたダニルソンが、名古屋に、ブルーノが、グアラニ FC に、ジオゴが徳島に、それぞれ完全移籍、レモスは契約満了により、対談、西村拓郎が引退、神里一生が徳島に、レンタル移籍した。一方で、鹿島から杉山明、広島から高柳一生、大分から前田俊介、清水から山本牧、新潟から大島秀夫、 FC 東京からオーストラリア代表のジェイドノースを完全遺跡でジュニーニョーレンタル遺跡で獲得。前年にテグ FC にレンタル遺跡していたキリノが復帰。さらにユースからシーズン終盤に活躍した奈良隆二をはじめ、荒野、タ磨、幼いキリ前高行坂木翔太がトップへ昇格した。なお、湘南から完全遺跡の松尾直人は、開始大阪へ遺跡した。 なお、室蘭市入江運動公園陸上競技場と、函館市千代賀大公園陸上競技場が、J リーグクラブライセンス制度のスタジアム基準を満たさなかったため、初めて全ホームゲームを札幌で開催した。リーグ戦は、第2節から7連敗。第9節の CE 大阪戦で、初勝利を挙げたが、第10節から9連敗を喫した。7月、 全北現代モータースより、金はじめ館を、レンタル、ナウチコからハモンとホストフォスドイグアス FC からテレオ、完全遺跡で獲得。一方で、キリノが湘南へ完全遺跡、横野吉木が金沢へ、レンタル遺跡し、ジュニーヌと契約解除した。その後も成績は伸びないどころか逆に敗退を重ね、これで負けてしまえば、自力での挽回が不可能という状態となった9月29日の、 第27節の川崎 F 戦でも惨敗。これによって J2 降格が完全に決定。年間順位は4勝2負28敗の勝ち点14で再開。連勝はなく、アウェー13連敗。年間28敗。総失点88。得失点差マイナス63は J1 ワースト記録。勝ち点14は J1 が リーグ戦18チーム年間34試合制となって以降最低の記録である。シーズン終了後、石崎は監督を退任した。2013年監督に札幌のユース及びトップチームコーチを務めた室蘭市出身の大前慶一が就任。財前はチーム初の OB、北海道出身者の監督となった。また、3月に、 札幌 OB の野々村義和が北海道フットボールクラブの代表取締役社長に就任。強化費が前年の推定5億円から推定2億5000万程度に減額されるのを受けて本来なら契約延長を行いたい主力級の選手にも契約満了後たチームへの移籍を容認せざるを得ない状況に追い込まれた。中山正史、元首相の羽賀博信が引退。 高原久康及び高木淳平、岡山一世、高木高弘、山本牧、高柳一世、大島秀夫が契約満了に伴い対談、金はじめ館がレンタル終了で、全北現代へ復帰、ハーモンがブラジルクラブに、ジェイドノースがブリスベンロアー FC に、近藤雄介が栃木 SC に、岩沼俊介が松本山雅に完全移籍した。 一方、サヌから超精神を完全遺跡で、ブラジルのクラブからパウロンをレンタル遺跡、2年間、FC 東京、徳島にレンタル遺跡していた上里一章、金沢にレンタル遺跡していた横野義樹が復帰、また、東洋大学で札幌ユース U-18 出身の松本、例大が入団、前年度に J ユースカップで全カテゴリーを通じて、 初の全国優勝を達成したユースから中原翔吾、長坂早と、堀米優と、神田和美、淡田俊太、深井和樹の6人がトップへ昇格した。3月に、タイのコーンケン FC とクラブ間、提携パートナーシップを結び、シーズン中に、中原、長坂がコーンケン FC へ、レンタル移籍した。シーズン中には、テレが、規律違反で対談したが、 2014シーズンの加入が内定している阪南大学の工藤光輝を特別指定選手で登録。7月練習生として参加していたフェホ、ベトナム代表のレコンビンをレンタル遺跡で獲得。開幕戦で2006年以来の勝利を収めたが、第2節から3連敗し、第4節終了時点で21位まで落ちる。その後は、 大きな連敗はないものの大きな連勝もないという一進一退の展開が続き第2節から第24節までは2桁順位が続く第25節で開幕戦以来の1桁順位となる9位に浮上した後は第29節で11位第3638節で10位になった以外1桁順位を維持し第39節からシーズン初の3連勝を達成したことにより 最終節に勝利すれば特殊点差と他の対戦カードの関係で自力でのプレイオフ進出が決まるところまで迫ったが最終節の北九州戦で引き分けたためプレイオフ出場はならなかった。なお最終成績は20勝4分18敗の8位。天皇杯は4回戦で甲府に敗北した。2014年在前体制2年目。引きちゆや。 三上洋介が対談、岡本立明が熊本をフェホが中国の北京八貴族級クラブへ、長生新が韓国の水原三世へ完全移籍、横野吉樹が大の高温県圏 FC へ、堀米優斗が福島へ、神田夢美と阿若春太が相模原へ、レンタル移籍、レコンビンがレンタル移籍期間満了に伴い対談した。一方、 愛媛から5年ぶりに復帰になる。石井健を、長崎から金山春樹、栃木から菊岡拓郎、川崎 F から園田厚志、神戸から戸倉健、韓国の喜び南 FC から聖聖伊佐オランダ2部のアルメレシテ FC からステファノを、完全遺跡で、ブラジルのクラブからエナンを、レンタル遺跡で獲得、中原翔吾、長坂隼人が、レンタル遺跡から復帰。 昨シーズン特別指定選手で登録していた、工藤光輝、北海道教育大学の上原拓郎が加入、ユースから前広幸、内山裕樹がトップへ昇格した。シーズン中には、1月に仮契約していた、小野真嗣が、オーストラリア A リーグのウェスタンシドニーワンダラーズ、FC から完全移籍で加入、リ・ヒロシノリの不祥離脱に伴い、相模原へ、レンタル移籍していた。 阿ワカシンタが育成型レンタル遺跡契約を解除し復帰した。また、前高タが、富山、古田・博之が佐野木へ、レンタル遺跡した。開幕戦で前年、J2 降格の岩田に、アウェーで勝利するも会に低迷。一時は17位まで順位を落とし、第24節から第28節までの間5戦連続で、勝利がなかったことや、 途中下流の徳良健の起用に消極的であったことから8月28日に成績不振を理由に財前監督を解任し新監督にかつて愛媛で監督をしていたイビッツァ、バルバリッチが就任した。なお来日の関係で指揮を振るうのが第31節の岐阜線からのため第29.30節はコーチの名塚義弘が監督代行として指揮することになった。 監督交代後は、トクラが積極的に起用されるようになり、トクラもバルバリッジの期待に応える活躍を見せた。また、スリーバックを使用するようになった。監督交代後4勝2敗5分の成績を残したが、最終的には15勝14分13敗の10位の成績に終わり、プレイオフ進出を逃したものの、プレイオフ進出に絶望的な状況であったところを、 立て直した手腕を高く評価し、バルバリッチの続投が決まった。天皇杯は2回戦で、清水に敗北した。また、女子サッカーチームとして、北海道リラコンサドーレを創設し、宗方久邦子が初代監督に就任した。2015年バルバリッチ体制2年目。日高か馬前年大リーグに、レンタル移籍していた、横野義樹、松本霊大、上原拓郎。 テイセンイサオ、ステファノが契約満了、ヘナンがレンタル移籍期間満了に伴い対談した。また伊ホスンが湘南へ完全移籍、奈良隆樹が FC 東京へ、工藤光輝が、相模原、内山祐希が、シンガポール S リーグのホーガンユナイテッド FC へ、レンタル移籍した。シーズン中には、幼いキアが、長野、砂川誠が岐阜へ、レンタル移籍した。一方、 川崎 F から、元日本代表の稲本淳一、岐阜から前年、J2 得点4位のナザリと、甲府からインドネシア代表のイルファン、C 大阪から韓国 U-21 代表の区、孫ンを完全移籍で、川崎から福森秋と、ブラジルのアバイ FC から前年東京 V に、所属していたニュードをレンタル移籍で獲得、古田博之、前博之,之、前高之、 堀米優と神田夢美が、レンタル遺跡から、復帰、ユースから新藤亮介がトップへ昇格した。開幕戦で勝利し、5月には徳良が6得点で、J2 月間 MVP を獲得する活躍などがあり、チームも好調。前半21試合で、アウェー戦負けなしのプレーオフ圏内の6位で折り返した。ところが、後半戦に入ると3連敗するなど、 第19節から7試合勝利がなく、7月24日に、バルバリッチ監督を解任していマイナス18、監督の余もな周平が就任したが、新監督就任直後から4試合連続無得点、全監督時代から含めて12戦、連続勝利なしなどチームは勝ちきれず、最終的には14勝15分13敗の10位で、シーズンを終えた。天皇杯は3回戦で、トスに敗北した。 2016年創立20周年を迎えた2016年シーズン。チームは今シーズンにより、運営会社名を株式会社北海道、フットボールクラブから株式会社コンサドーレチーム名はコンサドーレ札幌から北海道コンサドーレ札幌へ、ホームタウンを札幌市から札幌市を中心とする北海道へ変更。また、リージョナルマーケティング及び海パワーと、 共同事業契約を結び、株式会社エゾデンを設立。小売電気事業者として、電気事業に参入した。また、白報道、DY メディアパートナーズと7年にわたって、クラブビジネス戦略パートナー契約を締結した。よもだ大成2年目。前年に、岐阜へ、レンタル移籍していた、砂川誠が引退、古田博之、前田俊介、園田厚志、 キクオカタクロウ、ナザリトが契約満了、ニュードがレンタル移籍期間満了に伴い対談した。また、FC 東京にレンタル移籍していた奈良隆樹が川崎 F へ完全移籍、長野にレンタル移籍していた幼いキアとパウロンが福島へレンタル移籍した。一方、神戸からマスカワ・カブラジルの EC はいいからイストマセード。 オペラリオフェロビアリオ EC からジュリーニョを完全遺跡で獲得。さらに、アワカシュンタと内山祐希がレンタル遺跡先から復帰した。また、シーズン途中にはトスから菊池直也が期限付き遺跡で加入した。開幕5戦で3勝1分1敗といいスタートを切ると5月3日の第11節で首位に立った。 試合では先制した後に無失点に抑える1から0での勝利、5年ぶりの函館開催となった第21節横浜 FC 戦や第25節岐阜戦のような5点を取っての勝利など、攻守が噛み合い好調をキープし、ホームでは開幕から18試合無敗で昨年から続いていた無敗記録が J2 大記録の23試合まで伸ばした。しかし、終盤に差し掛かり、 第37節、東京部位に、ホームで敗戦し、ホーム無敗の j に新記録を逃してからの4試合を1勝3敗で、昇格へ、足踏みが続いた。サポーター3000人以上が、アウェーに駆けつけた第41節千葉戦で劇的な、逆転勝利。引き分け以上で、J1 昇格と J2 優勝が決まる、最終節のホーム金沢戦で引き分けて、25勝10分7敗の1位と、 なり、j に咲最多記録となる9年ぶり3回目の j に、優勝と5年ぶり5回目の J1 昇格が決まった。天皇杯は2回戦で岡山に敗北した。2017年、余もな体制3年目。11年間在籍していた上里一生をはじめ、神田和美、内山祐希、イルファン、森岡へ期限付き移籍していた工藤光照が契約満了。 前高雪が山口、櫛引き和則が名古屋、中原翔吾が自大阪、福島へレンタル移籍していたパウロンが見とえ、レンタル移籍、堀米優斗が新潟、幼い木屋がレンタル移籍先の福島へ完全移籍した。また、シーズン途中には、阿若俊太が育成型起源付き移籍で、愛媛へ、長坂隼人が見とえ、レンタル移籍した。一方で、 仙台から、キム・ミンテと近縁英画く、トスから早坂良太、神戸から田中雄大、横浜 FM から兵道信号を完全遺跡で、大宮から横山とモノブをレンタル遺跡で獲得。レンタル遺跡だった福森秋とは完全遺跡となり、菊池直也はレンタル遺跡期間が延長され、U-18 から前年西登録選手で出場していた菅大輝と、 浜太陽が昇格した。またシーズン中には2016年12月に仮契約していたタイ代表のチャナティップソングラシンがタイリーグのムアントニーユナイテッド FC からレンタル遺跡で仙台から6年半ぶりの復帰となる石川直樹を完全遺跡で獲得。また昨年まで岩田でプレーしていた J が加入した。 開幕5戦を1勝1分3敗の勝ち点4と2005年以降の J1 昇格チームが J1 残留している勝ち点5に届かず、第11から16節には6連敗するなど、前半は残留圏ギリギリの15位で折り返した。後半初戦となる、第18節大宮戦では0-2から福森が J1 史上7人目となる FK での2得点で、同点とし、第24節仙台戦。 第25節岩田戦に勝利して16年ぶりの J1 で連勝した。その後夏以降に加入したチャナティップ J 石川直樹らが噛み合うと10月以降も第29節柏戦、第30節 FC 東京戦でも連勝、第31節柏戦では1対2と敗れたものの、残り3試合となった第32節清水戦に勝利し、 2001年以来16年ぶりとなる J1 残留を決めた。その後も16年ぶりとなる3連勝で、締めくくり12勝7分15敗の11位で終了した。5年ぶりの出場となったルバンカップはプレイオフステージで新大阪に敗退、天皇杯は2回戦で福島県代表の岩木 FC に敗れ、初戦敗退となった。2018年監督に、 約11年にわたって、広島と浦和で指揮し、2017年 J1 第19節の札幌戦翌日に浦和を解任となったミハイロ・ペトロビッチが就任。前年まで監督を務めていたヨモダヘイは、監督を退任し、ヘッドコーチに就任した。マスカワ・石井健吾、マセイドが契約満了、杉山明が東京ユナイテッド FC。 金山春樹が岡山、上原信也が愛媛、前高行が前年レンタル遺跡先の山口、串引き和則が前年レンタル遺跡先の名古屋に完全遺跡した。また、前広幸が、水戸、近縁映画区が甲府、前年寺大阪に、レンタル遺跡していた中原が長崎へ、レンタル遺跡した。一方で、愛媛から白井康介、 広島から宮吉匠を完全遺跡で、川崎 F から三吉康支持、浦和から駒井義成、京都から菅野隆則をレンタル遺跡で獲得。レンタル遺跡だった菊池直也と横山智信は完全遺跡となり、U-18 から前年西登録選手でカップ戦に出場していた藤村玲が昇格、レンタル遺跡だった阿波香俊太。 昨シーズン途中で怪我により登録抹消されていたジュリーニョが再登録された。シーズン開始前の2018年2月8日と2月10日の2日間、アロハスタジアムで開催されたパシフィックリムカップ2018に出場し優勝した。シーズン中には横山とモノブが熊本、ジュリーニョが山口へレンタル移籍、ヘイスは契約解除した。 フォーメーションは前年までと同じ3から4から2から1だが攻撃時にはボランチの1人が下がり左右の CB がサイドに広がって SB のようになり両 WB が高い位置を取ることで5トップの形になる4から1から5また守備時には両 WB が最終ラインまで下がって5バックの形になる5から4から1でいわゆる未射式と呼ばれる可変システムを採用した また左右 CB の福りと振動の攻撃力を活かすために攻撃時に両ボランチを一列下げて中央 CB と 3CB を形成し左右 CB を一列上げる5から0から5システムを採用することもあった前年までのしっかり守ってロングボールなどで超新 FW に当てる形を時折折り混ぜつつ GK を含めた最終ラインからボールをしっかり つないでいくスタイルをキャンプから繰り返し練習してシーズンを迎えた。序盤は連携面でのミスが重なりカップ戦を含む公式戦の試合で1勝4敗11失点と結果が出せなかったが第4節に前年 J1 昇格をした長崎戦にシーズン初勝利すると第14節の FC 東京戦までクラブ最長記録となる11試合負けなしで 第12節終了時には3位に浮上、ロシアワールドカップによる J1 リーグ戦中断前を5位で終えた。再開後も、第23節 FC 東京戦は0から2から、逆転で3から2にするなど好調を維持し、第25節までの3試合を3連勝で9月の中断期間に入った。中断期間中の9月6日に、北海道イブリ東部地震が発生して、北海道全域が、 ブラックアウトとなるなど大きな被害を受け、選手やスタッフは自宅待機となるなど練習やコンディションに影響を及ぼした。再開後の第26節の川崎 F 戦では0から7と大敗し次節の鹿島戦にも負けて連敗したが、第30節まで暫定4位から7位の間を推移した i 風の影響で延期していた第18節の振り返り試合に勝利して、 クラブ初となる2年連続 J1 残留を決めた。第33節の岩田戦に勝利して、勝ち点54とすると、最終第34節は、勝ち点56で2位の広島と直接対決となり、勝利すれば2位となる可能性のあるホームに34,250人が集まる中、試合は前半21分までに2点をリードしながらも、 後半に同点に追いつかれそのまま引き分けた。その結果、AFC チャンピオンズリーグ2019の出場権は獲得できなかったが、15勝10分9敗の4位と、クラブ史上 J1 最高成績で終え、大躍進のシーズンとなった。なお、ルバンカップは予選敗退、天皇杯はベスト16だった。シーズン終了後の 2018J リーグアウォーズにおいて、 チャナティップがベストイレブン、ペトロビッチが優秀監督賞に選出された。2019年ペトロビッチ体制2年目。9年間在籍していた内村慶子や8年間在籍していた河合隆二をはじめ、田中雄大、菊池直也、稲本淳一、熊本へレンタル移籍していた横山智信、山口へレンタル移籍していたジュリーニを、水戸へ。 レンタル移籍していた、長坂隼人が、契約満了、三好康氏が、レンタル移籍期間満了に伴い対談、戸倉健が、市大阪、宮吉匠が、京都、兵頭信号が仙台へ完全移籍、前博之が前年レンタル移籍先のみと、近縁映画区が前年レンタル移籍先の甲府に、完全移籍した。一方で、京都から岩崎友人、長崎から鈴木武蔵、 仙台から中野吉美大、FC ソウルから、元広島のアンデルソン・ロペスを完全遺跡で、EC、ビトーリアからルーカス・フェルナンデスを、レンタルで獲得。U-18 から前年西登録選手で、カップ戦に出場していた、中村キリマリアが昇格、直前の高校サッカー選手権で優勝した、青森山田高校から段崎流行が加入。菅野隆則は、 レンタル移籍期間が延長され、2年間 g 大阪と長崎へレンタル移籍していた中原翔吾が復帰、レンタル移籍で加入していたチャナティップ、小前井成が完全移籍となった。シーズン中には2020シーズンの加入が内定している日本大学の金子拓郎と札幌ユース出身で、筑波大学の高根智樹、大阪体育大学の田中俊太を、 特別指定選手で登録した。小野真嗣が琉球に、中原翔吾が仙台に完全移籍、中村霧マリアが本大不思議に育成型期限付き移籍した。シーズン序盤では第2節アワエ浦和戦に干渉し、第3節ではロペスの4得点の活躍などで13シーズンぶりにホーム開幕戦に勝利した。その後失点が多く3連敗したが、 第7節に、キム・ミンテを中央 CB に入れてから守備が安定して、クラブ初の J1 リーグ4連勝を記録するなど、前半を6位で終えた。同時期に、クラブの選手が、各国代表に選出されるようになった。3月には鈴木が、クラブ20年ぶりに、日本代表に選出されると、カムは、ユース出身で初となる、コパアメリカに臨む東京五輪世代中心で、 構成された日本代表に選出された。また、新郎も11月の国際親善試合での日本代表に選出された。韓国代表のクソン・ユン、タイ代表のチャナ・ティップ、日本代表の鈴木は、FIFA ワールドカップアジア二次予選に定期的に選出されるようになると、J1 リーグ戦、ルヴァンハイ、代表戦で過密日程となり、シーズン後半は一度も連勝できずに、 最終的に13勝7分14敗の10位で終了した。天皇杯は2回戦敗退となった。シーズン終了後のアフナス1サッカー選手権2019の日本代表に鈴木と関と特別指定選手の田中が選出され、鈴木は中国戦、菅は香港戦で代表初ゴールを記録した。二千十九年はイビシルバンカップ、決勝戦ルバンカップでは、 グループ A を1位で突破。プレーオフの岩田戦は、アンデルソン・ロペスの3得点などの活躍で2戦、合計4から2で1997年以来21年ぶりに決勝トーナメントに進出。準々決勝の広島戦でもアンデルソン・ロペスの3得点の活躍や福森の直接 FK など2戦、合計4から3、ホーム、第1戦3から2、アウェー。 第2戦1から1で準決勝に進出。準決勝は、直前のリーグ戦と合わせて10日間で3連戦となる、陣大阪が相手。直前のリーグ戦で0から5と大敗した同地での、アウェー第一戦は、先制点を許したが、後半42分に、CK から、キム・ミンテが、同点ゴール。終了間際に失点して1から2で敗れはしたが、貴重なアウェーゴールを獲得した。 ホーム第2戦は J リーグ杯でのクラブ史上最多となる15,996人の観客動員を記録する中、後半31分の鈴木のゴールを守りきり1から0で勝利。2戦、合計2から2もアウェーゴール数の差で公式戦初となる決勝に進出した。決勝は J1 リーグ戦でこれまで一度も勝利をしたことがない川崎 F と対戦。 前日の関東地方の悪天候の影響で当日の飛行機が一部欠航する中、北海道から舞台となる埼玉スタジアム2000にまで別の移動手段を急遽手配してなんとかたどり着いたり行けなくなったサポーターも多くいた。それでもゴール裏を埋め尽くすほどの多くのサポーターが駆けつけて48,119人の観客動員を記録。試合は前半10分に 右 WB の白井からのクロスを左 WB の菅が豪快なボレーシュートを決めて札幌が先制するもその後は川崎 F が徐々に押し返す展開となりアディショナルタイムに左 CK から安倍博之に押し込まれて1から1で前半を終了した後半も川崎 F に主導権を握られ後半43分に小林優に決められて1から2となるも 後半アディショナルタイムのラストプレーで、福森の右 CK に、深井が頭で叩き込み、土壇場で同点に追いつき試合は延長戦に突入した。延長前半4分に、P 地中央付近から個人技で、中央突破を図った、チャナティップに対して、川崎 F の谷口翔吾が、後ろから倒して、ファールの判定。一度は、イエローカードを提示されたが、 ビデオアシスタントレフェリーが介入し、オンフィールドレビューとなった結果、決定的な得点の機会の阻止と判断されて、レッドカードが提示され一発退場となった。さらに、このファウルで得た、フリーキックを怪我で欠場した宮沢に代わって、キャプテンだった福森が、直接ゴールに叩き込んで勝ち越しに成功。しかし、延長後半4分に再び小林に決められて、 3から3のまま120分でも決着つかずに PK 戦となった。PK 戦では4人全員が成功したのに対して、川崎 F は4人目の車や心太郎で失敗し、5人目で3から2と一度は逆転ゴールを決めた福森との交代で出場した石川が決めれば初優勝となる状況から川崎 F の GK、荒井翔太に横っ飛びで阻まれてサドンデスに突入。 川崎 F は6人目の長谷川達也が決めた一方、決めて同点にしなければならない状況で6人目の、振動のシュートが、荒井の正面をついて、石川に続いて、立て続けに失敗してしまい試合終了。川崎 F を10人に追い込み勝つ PK 戦も、川崎 F が先に失敗したにもかかわらず、準優勝という結果となり、ペトロビッチは、 史上初めて3クラブをまたいでの J リーグカップ準優勝監督となった。2020年ペトロビッチ体制3年目、岩崎雄人が湘南にレンタル移籍した。また、シーズン途中には鈴木武蔵がベルギーのケーベールスホトバに完全移籍、ランザキ流行がオーストラリア A リーグのブリスベンロワー FC にレンタル移籍した。一方で前年まで、 レンタル遺跡だった、菅野隆則とルーカス・フェルナンデスを完全遺跡で、ブラジルのルベルデンセイシーからドゥグラス、オリベーラ、ベルギーのオー・ルーベンから大代表のカウィン、タンマサッチャーナンをレンタルで獲得した。また、前年特別指定選手の金子拓タクロ智樹、田中トモキ、が加入、2021シーズンの加入が内定している、法政大学の中野小次郎と、 明治大学の消化師は強しと国見高校の中島、大河を特別指定選手で登録した。また、シーズン途中には、ポルトガルのジルビセンテ FC を対談した、ウーゴビエーラが加入した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で2月26日から7月4日まで、長期にわたって公式戦が中断となった。4月6日には、大幅な収益源を余儀なくされるクラブに対して、 外国籍選手を含めた28人の全所属選手が年俸の一部を返納することを申し出た。また5月29日に6年間在籍したクソンユンが兵役義務のため当初の予定よりも早く韓国へ帰国することを決め、韓国のテグ FC への完全移籍が発表された。また新型コロナウイルスを受けてブラジルに一時帰国していたアンデルソン・ロペスは 出入国制限のために J1 再開までに日本への入国が認められなかったが7月に入国許可が下り2週間の隔離措置を取った上でチームに合流し8月5日のルヴァンカップ第2節広島戦での試合復帰した感染予防の観点から近隣クラブとの対戦を優先的に実施する J リーグの方針により飛行機移動の繰り返しを避けるため 6月22日から約1ヶ月間にわたり、千葉県にあるサッカー、日本代表の新拠点である、高窓の宮城年 JFA 夢フィールドを、日本サッカー協会の協力で提供され、アウェー4連戦となった。集団明け後の第4節鹿島戦では、敵地でリーグ初勝利を飾るなど、アウェー4連戦を2勝2分の負けなしとして、7月下旬に、 ホーム開幕戦を迎えた。同時期に当時チーム得点王の鈴木武蔵が移籍し、アンデルソン・ロペスも帰国後の隔離措置で、コンディションが上がらない中、第7節の横浜 FM 戦で初めて、ゼロトップの役割の荒野を最前線に入れると、豊富な運動量で前線から中盤までの広い範囲で守備に貢献。局面での優位性を保つことで、相手の特徴である。 パスワークをうまく封じ込み3から1と勝利した。また、オールコートマンツーマンデーフェンスで1対1でボールを奪って、ショートカウンターから得点する戦術で挑んでいった。しかし、前線から激しいプレスによる体力の消耗の、激しさやコロナ禍による試合間隔の短さによるコンディションの調整や、戦術の落とし込みができず、第10節川崎戦で6失点をはじめ、 その後の3試合でも4失点をキすなど守備が崩壊。8から9月の13試合を1勝2分10敗と大きく負け越した。10月になると主力選手のコンディションが上がり、戦術の理解度も深まっていき、第23節では鹿島相手に初となるシーズンダブルとなる勝利した。第26節では12連勝中で圧倒的な 強さで首位に立つ川崎に、アウェーで再び荒野を最前線に置く、ゼロトップかつ、オールコートマンツーマンデーフェンスで挑んだ。川崎の得意なパスワークを封じて主導権を握り、幾度もチャンスを作り出すと、高い位置でボールを奪って、ショートカウンターで2得点。終盤でも菅野が、高セーブを連発して終始相手を圧倒する試合で、完勝川崎に、リーグ戦で、 初めての勝ち点3をアウェーの地で掴んだ。その後も第34節浦和戦もシュート20本で2の0で干渉するなど攻守両面において完成度高い試合も出る一方、チャンスは多いけれどもなかなか決めきれない試合も多くあり、最終的に10勝9分15敗の12位で終了した。天皇杯はコロナの影響でリーグ戦、 上位2チームのみの参加となったため未出場となった。2021年ペトロビッチ体制4年目。石川直樹と早坂良太が引退、ウーゴビエーラが契約満了、カウィンが期限付き移籍期間満了に伴い退団。新藤道良介が新大阪に完全移籍前年湘南にレンタル移籍していた、岩崎友人が千葉、白井康介が京都、浜太陽が、 富山、藤村霊が、山形、シーズン途中で、中野吉見大がトスへ、レンタル移籍した。一方で、群馬から岡村大八、新潟から大谷行きてる、FC 東京から竜高弘、名古屋から青木亮太、モロッコのウィダードカサブランカからガブリエル、琉球から1年半ぶりの復帰となる、小野新次を完全移籍で獲得した。また、本大 FC に、レンタル移籍していた、 中村霧マリアが復帰、前年特別指定選手の中野小次郎、岡氏は強し、中島大河が加入した。また2022シーズンの加入が内定している、立正大学の田中博夢を特別指定選手で、登録した。開幕前に、ペトロビッチ監督が母国で怪我で手術、杉浦大輔コーチ研通薬が病気で手術、J が母国で、 新型コロナウイルス感染症の PCR 検査を受けて陽性判定。新加入のガブリエルが2020年1月に2度目となる緊急事態宣言による検疫の強化に伴い同宣言が解除されるまでの期間入国制限となり、キャンプの合流に遅れることとなった。札幌厚別公園競技場ホームスタジアムは札幌ドームである。 過去のホームゲーム開催スタジアムは、北海道コンサドーレ札幌の年度別成績一覧、ホームゲームの入場者数、主催試合数を参照。J リーグ加盟後に開催したのは、札幌厚別公園競技場、室蘭市入江運動公園陸上競技場及び、函館市中華台公園陸上競技場であるが、函館では2016年に5年ぶりのホームゲームを開催した一方、 ムロランでは2012年から開催されていない。コンサドーレ札幌発足当初よりホームスタジアムとしていた札幌厚別も後に J リーグの基準を満たさないこととなり2014年からは J リーグからの許諾を得た特例開催の扱いで数試合に制限して実施しており J リーグから2014年度の J1 ライセンス交付時に札幌厚別の改善計画案について 書面での提出を求める制裁を受けていた。2015年から登録上のホームスタジアムは札幌ドームのみとなっており、札幌厚別での開催は北海道日本ハムファイターズが札幌ドームを使用する場合など限られた試合数のみとなっている。札幌厚別の改修工事、冬記間の積雪による競技場閉鎖、 ナイトマッチ用の照明設備が備えられていない等の理由により道外で公式戦のホームゲームを開催したことがある。2001年と2002年の高知県での開催は同年の最初のホームゲームだった。クラブは高知県を準ホームタウンとして定め、2002年には同県でキャンプも実施した。札幌と高知を往復する。 チャーター航空機利用ツアーなども実施したが入場者数が伸び悩んだため2002年限りで高知県との準ホームタウン関係を解消した。なお2018年の J1 の終盤、コンサドーレに AFC チャンピオンズリーグ出場の可能性があった際、2月のホームゲームを札幌ドームであっても開催できず、北海道外でのホームゲーム開催となる可能性が示されていた。 ホームのユニフォームは、前身の東芝時代に採用されていた、赤と黒の縦縞を引き継いでいる。この赤と黒の縦縞を発案したのは、当時東芝サッカー部に選手として在籍していた、石崎信弘である。2021年3月6日、現在、札幌 U-18U-15U-12 浅比川 U-15 東川 U-12、釧路 U-15 U-12 室蘭 U-15、U-12 アカデミー本拠地アカデミーとして、以下のチームを保有している。クラブ創設の翌年1997年4月に、トップチームが、当時の練習場として使用されていた栗山町の、富士のスポーツ広場を拠点として活動。札幌 U-18、札幌 U-15 も同時に開設された。 遠方から栗山町に通うユース選手のために1998年4月にユースを栗山町に開設したが2003年3月に活動拠点を札幌市東区東岩内に移すため栗山町のユースを閉鎖した同年5月に活動拠点を栗山町から東岩内に移しユース専用の東仮木グラウンドを開設2005年3月に 札幌市西区に、選手寮、島福寮が開設され、トップ選手と混ざり一部のユース選手が入寮した。同年6月にクラブパートナーでもある、新道病院の院長が、練習場運営会社ジャパンスポーツラボを設立し、上川郡東川町に練習場、コンサフィールド東川を開設した。2016年に、釧路で活動していた R シュペルブ釧路を母体として、 くしろ U-15, くしろ U-12 を開設し、合同でアカデミー活動を開始。2017年4月に東川 U-12 を発足し、札幌 U-12 は昨年の活動拠点をさらに増やして2カ所で活動。2019年4月に室蘭 U-15、室蘭 U-12 が発足し、現在活動しているジェネラーレ室蘭と合同で、 活動する。高窓宮俳優 -18 サッカーリーグ2011、プレミアリーグは、奈良隆二や坂木翔太らを擁して優勝し、初代王者となった。これにより出場したチャンピオンシップは、準優勝。2012年の J リーグユース選手権大会で、北海道のサッカーのチームとして、初めて全国大会を制した。成績ベスト四以上、記載ベスト四以上を、 記載国際大会海外遠征成績ベスト4以上を、記載国際大会成績ベスト4以上を、記載クシ路市を本拠地とするアールシュペルブクシ路の U-15 を母体にして、合同で、アカデミー活動。成績室蘭市を本拠地とするジェネラーレ室蘭、スポーツクラブの U-15 を母体にして、合同で、アカデミー活動。 成績ベスト4以上を記載釧路氏を本拠地とする R シュペルブクシロの U-12 を母体にして合同でアカデミー活動。一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブは株式会社北海道フットボールクラブと学習塾名工義塾で知られ首都圏でサッカースクールも展開する株式会社名工ネットワークジャパンの出資により2014年に 設立された一般社団法人による総合型地域スポーツクラブ。代表理事は北海道コンサドーレ札幌ゼネラルマネージャーの三上大将が兼任。2001年に北海道フットボールクラブにより開始。2014年のコンサドーレ北海道スポーツクラブ設立と同時に移管された。主なコーチ2014年にコンサドーレ北海道スポーツクラブを運営母体として 女子サッカーチームが設立された。チーム名は一般公募により、ライラックのフランス語でリラに決まる。花言葉はプライドビューティーの意味を持つ。2015年度より活動を開始した。設立当初は目標として5年でなでしこリーグ参入を掲げていたが、時間をかけた育成へ転換。セレクション等は言っているものの、設立以来外部からの補強は行っていない。 所属選手は2020年時点では U-12 から U-23 世代となっている。2016年度は AB チームに分かれて各リーグ戦に参加。全日本女子ユースサッカー選手権大会で全国規模の大会デビューを果たした。また、札幌市民体育大会サッカー大会にて初優勝しチーム初のタイトル獲得となった。2017年度は 所属選手の一部が U-16 世代に入り U-18 カテゴリーの試合にも参加。B チームが参戦している札幌なでしこリーグにて初優勝しチーム初のリーグタイトル獲得となった。2018年度は北海道コンサドーレ札幌が J リーグクラブ初となる女子単独 U-12 チームを設立し札幌地区のカップリーグ戦に参加。 このチームが将来的に当チームの下部組織的な役割を果たすことが期待されている。2019年度は社会人世代が加入し、初めて全世代が揃うこととなった。2020年度は皇后杯北海道予選で2位となったものの、優勝チームの出場自体による代替出場チームとなり、これが皇后杯初出場となった。スタッフ。 所属選手成績最高成績を、記載表彰世代代表選出選手スポンサー2017年4月8日、日本のプロサッカークラブとして初めて、北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームが発足した。監督は、吉田人氏。5月19日のメンバー追加を経て、9名の選手で活動を開始した。9月24日、同じく J リーグク,クラブを母体とする AC 長野、 パルセーロバドミントンクラブとの交流戦を開催。2019年、2部リーグにあたる S、J リーグ通称格を決める。スタッフ、所属選手過去の主な所属選手成績2018年8月1日、北海道コンサドーレ札幌カーリングチームとして発足。母体となる4リアルは2012年に札幌市で設立され、2017年からは北見市移転し、 同年と翌2018年に日本選手権準優勝を果たす。鳥のバンクーバー五輪女子日本代表監督だった安部晋也をはじめとする同チームの4名に SC 軽井沢クラブの一員としてピョンチャン五輪に出場した清水哲夫が加入。練習拠点は引き続き北見のままする。チームの初戦は8月2日から5日まで開かれた同銀カーリングクラシック2018。 2018年パシフィックアジア選手権日本代表決定戦を制す。パシフィックアジア選手権本大会でも日本男子として2年ぶりとなる優勝。2019年日本選手権で4リアル時代、含め初優勝。同年、初出場となる世界選手権で3位決定戦で敗れ、メダルを逃すも2016年大会と並ぶ日本、男子最高体となる4人。 セカンド谷田康志信は大会オールスターに選ばれたスタッフ所属選手成績60歳以上の女性によるシニアチアリーディングクラブ当初はコンサドールズと共に試合を盛り上げる単発イベントだったが2011年より数年スクールとして開校北海道と共に世界へというスローガンを掲げこのコンセプトに合致するサッカー以外の選手を コンサドーレパートナーアスリートと称して、コンサドーレ北海道スポーツクラブが協力にあたる。第1号は、トライアスロンの細田雄一選手。2011年6月に、札幌市の姉妹都市の大田港域市で開催された、イッツデイジェン国際サッカー大会に出場。本大会が、クラブ初の国際試合となる。2017年7月に、タイでムワントンと親善試合を行った。 試合は1から0で敗北した。なお、チャナティップは前半は札幌の選手として、後半はムアントンの選手として出場した。1998年、北海道と札幌市からそれぞれ5億円の融資を受けた。1999年に札幌市から毎年9000万円の補助金が開始された。2001年には、 札幌ドームの年間3000万円近くする使用料を札幌市が負担し補助金を間接的に受ける形となった。2000年には北海道からの補助金が開始された。北海道からの補助金は2000年から2007年は毎年1億円、2008年からは毎年減少して2015年は6600万円となった。2008年5月に 債務超過解消に向けて約20.5億円の減収を実施し、合わせて増資により2億8,421万円の資金を調達した。その結果、債務超過が解消された。同年4月28日付で札幌市は今佐通り札幌についての住民監査請求を受けている。その中で貸付金や補助金等にかかる札幌市の支出額全額が 損害に当たるという主張がされた。監査請求の回答書には、全国の J リーグ31チームのうち21チームが自治体から補助金を受け、2007年だけの総額で約7億円が自治体から J リーグに補助金として支出されていることが記載された。2012年、債務超過を解消するため8070万円の増資を行った。 J リーグライセンスで2014年末時点で債務超過がないことがリーグ戦参加資格の財務基準となり、超過債務状態のコンサドーレス札幌は2013年9月30日付で2014年度末までに債務超過を解消する方法について J リーグクラブライセンス事務局に具体的に提出することが求められた。その後、 コンサドーレ札幌は2013年度と2014年度の2年連続で単年度黒字を達成し、債務超過も解消した。損益金額の単位、100万円資産金額の単位、100万円ワン、北海道プロジェクト、私たちの道、ワン、北海道プロジェクト、私たちの道チーム創設時から現在までのキャンプ地の変遷は以下の通り。 コンサドーレに関するカテゴリー、ありがとうございます。